Marisa and Remu presents.日本の世界遺産紹介シリーズももう残り1回ね。そうだな。残りは富士山を残すのみとなったんだぜ。でもこのタイトルということは、ネタを温存しておくつもりってことね。人聞きが悪いな。どちらかといえば12月の世界遺産検定のための特別企画だったんだぜ。年に複数回受験できるし、恒久的に楽しめるものとして、世界遺産とは、について語りたいんだぜ。そうねー。世界遺産検定って、1級だと出題比率が、基礎知識 25%、日本 20%、世界 45%、その他 10% なのよ。1154件もある世界遺産すべてが出題だから、世界の出題範囲は 45% あり、ある程度スルーしたいと思った受験者は多いはずだわ。単純に考えると、基礎知識と日本をマスターすれば半分近く取れるんだよな。ところがどっこい。この基礎知識がくせ者なのよ。世界遺産条約とは何かという点はもちろん、用語、登録基準、関連条約、関連団体などを覚える必要があるのよ。公式テキストである、すべてがわかる世界遺産大辞典の上巻冒頭の約30ページの部分だな。世界遺産とは地球の品位を守るものという桑原武雄名誉教授の格言から始まるんだけど、きらびやかで美しい世界遺産を早く見たいからってスルーしてたら大問題よ。900ページ近くあるテキストのたった30ページに出題範囲の4分の1が凝縮されてるんだからな。でも、我々世界遺産愛好家にとって非常に重要なことが書かれているんだぜ。合格するために天皇家の姫君に養っていただくべしってところよね。そうそう、3回目で合格を。じゃなくて、世界遺産をなぜ守るべきものなのか、まずそこから理解すべきってことだよ。そうね。我々もまず原点に立ち返って、世界遺産という制度そのものを振り返ってみましょう。まず、霊夢は世界遺産とは何かについて覚えてるか？広告代理店の企画ブランド戦略に利用する文化または自然遺産、だったかしら。全然違うんだぜ。世界遺産リストに記載されている顕著で普遍的価値を有する自然や生態系保存地域、記念建造物、遺跡のことを指すんだぜ。そうそう、2022年11月現在、1154件がその世界遺産リストに登録されているのよね。うちのチャンネルは日本の24件を紹介してきたから、約 2% を紹介したことになるな。約2年で24件の投稿ということは、50年かけたらコンプできるのかしら。毎年増えてるから気が遠くなりそうね。脱線したけど、1978年、最初に世界遺産リストに登録されたのは、次の12件、アーヘン大聖堂、クラクフの歴史地区、ピエリチカとボフニャの王立岩塩港、シミエン国立公園、ラリベラの岩の聖堂群、ゴレ島、メサベルデ国立公園、イエローストーン国立公園、ランスオメドウ国立歴史公園、ナハニ国立公園、ガラパゴス諸島、人の死骸。おそらく、ガラパゴスとイエローストーン以外は馴染みのないものよね。最初に登録されてるものだから、知名度もすごいのばかりかと思いきや、そうでもないのよ。これら12件は最初の世界遺産として、頻繁に出題されるから要チェックなんだぜ。2級でも最初の世界遺産というカテゴリで出題されるのよね。1級でも今年の7月にビエリチカとボフニャの王立岩塩港からの出題があったわ。塩で殺菌作用があるから療養所があるとかって選択肢が正解の問題だった気がするけど、マニアックすぎてパニックになったのよね。そこだけじゃなく、12件のほとんどを過去問題で拝見した気がするぜ。最初に登録された12件のうち、ヨーロッパは何件、アフリカは何件とか、地域ごとの分布に関する出題もあったのよ。物件の中身だけでなく、地域までしっかり覚えておくことが求められるわ。
次に世界遺産条約についてなんだぜ。世界遺産条約は、荻原徹日本政府代表が、議長を務めた1972年の第17回ユネスコ総会で、採択された国際条約なんだ。そもそも条約で定められたものだったのよね。モンドコレクションみたいなブランドか何かと思ってたわ。世界遺産基金への支払いを義務とするかどうかで、意見が分かれたけど、賛成75カ国で可決されたんだ。世界遺産基金ってのも出題の常連ね。講談で説明があるけど、これの用途がよく聞かれるのよ。荻原徹さんも割と出題されるな。日本についての世界遺産条約発効は、20年後の1992年なんだけど、当初は日本人も関わってたんだぜ。荻原さんに免じて日本もさっさと参加してくれてたら、今みたいに厳しい基準じゃなくて、鎌倉も登録の可能性があったかもしれないわね。翌1973年にアメリカが最初に世界遺産条約を批准。締約国が20カ国に達したことで、1975年に発効されるんだ。批准と発効の年は要注意ね。どっちの年だっけ？ってよく混乱するんだけど、まあ、それ以前にその中身を覚えるのが大変なのよね。そう。世界遺産条約は8章、38条で構成されているんだ。まず第1章。文化遺産と自然遺産の定義。世界遺産とは、この2つを1つの条約で保護しようとしていることが重要なんだぜ。文化遺産も自然遺産も、保護を目的とした規約とか団体は、それ以前にもあったのよね。ただ、それらが切り離すことができない、人類共通の財産としていることが、特徴ということね。剣も魔法も使える魔法剣士のようで素敵だと思うわ。次に第2章。文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護。世界遺産の保護、保全の、第一義的な義務、責任は、締約国にあるということだ。自分の国の遺産は自分でまず守りなさいってことね。要は、生活保護を当てにすんなってことよ。ちょっと違う気もするぜ。まあ保護のために必要な措置をとって、次世代に伝えていくこと、ってことだな。次に、第3章。世界の文化遺産及び、自然遺産の保護のための政府間委員会、21の締約国からなる世界遺産委員会を設置し、世界遺産リストと危機遺産リストを作成することが定められている。毎年開催されている世界遺産委員会ね。日本にはないけど、危機遺産ってのも審議されてるのよね。イギリスのリバプールが危機遺産に指定されて、2021年に登録抹消されたことが話題になったな。プロサッカークラブで有名なところよね。こういうこともあるんだってびっくりしたわ。次は基金と援助の話になるんだけど、第4章が世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金。第5章が国際的援助の条件及び対応。ユネスコ信託基金である世界遺産基金の設立と、締約国による国際的援助要請について定められているんだ。国際社会全体の義務として、遺産の保護、保全に協力すべしということね。日本としては援助する立場がほとんどかもしれないけどな。日本だって法隆寺がクラファンしてるくらいなのに、文化財の保護って本当に大変よね。第6章が教育事業計画。教育や広報事業計画などあらゆる手段を用いて、自国民が世界遺産を評価し尊重できるように努めるということ、らしいぜ。日本は成功かしら。こんなに世界遺産のブランド価値がすごいことになったんだから、教育という点では残念かもしれないけどな。世界遺産の理念が国民に周知されているか、というと微妙なんだぜ。最後に、第7章が世界遺産委員会への活動報告、第8章が世界遺産条約への加入規定についての、最終条項となってるんだぜ。テキストでは、この条約の、世界遺産に社会生活の中で機能、役割を与えるべき、という記述について着目しているわ。遠い過去の遺物ではなく、生きている遺産として守り、学び伝えていくべしとのことよ。観光の道具にするのではなく、保護していきなさいってことだな。まあ、世界遺産が保護、保全のために周知されたかというと、むしろ逆効果かしらね。観光客が押し寄せてゴミや自然破壊が問題になってるんだし、
日本だと世界遺産に認められても、マスコミが大騒ぎして終わりだからな。世界遺産になるって、むしろものすごいプレッシャーを感じるべきことなのよね。この辺の帰りをどうしていくつもりかしら。進次郎に聞きたいと思ってたら、いつの間にか環境大臣じゃなくなってたのよねわら。さて、そんな世界遺産条約なんだけど、適切な履行を促すために作業指針が設けられているんだ。私これ覚えるの苦手だったわ。これは1977年に、第1回世界遺産委員会で採択された作業指針で、4年の周期で改定されるんだ。世界遺産の根幹である、顕著な普遍的価値の定義や登録基準、申請性や完全性などの概念、世界遺産リストへの申請、登録の手順やスケジュール、といった実務的な指針、世界遺産基金に基づく国際援助や保全状況の報告などの手続き、世界遺産委員会諮問機関や関連機関、関連条約、といった条約履行上の関連事項、世界遺産エンブレムの使用規定、が細かく示されているんだぜ。作業指針ではないものを選べ、みたいな問題でよく紛らわしい選択肢がいるのよ。エンブレム使用規定だけは、しっかり覚えられるんだけどねわら。概念、実務、報告、関連事項、エンブレムとかキーワード、で覚えていくべしってところかしら。次が世界遺産条約締約国会議だ。出たわこの謎の会議。世界遺産委員会と紛らわしいのよ。一回でやりなさいよ一回で。世界遺産条約を採択した締約国による会議で、2年ごとに開催されるユネスコ総会会期中に開催されるんだ。この会議では、世界遺産基金への分担金の決定、世界遺産委員会委員国の選定、世界遺産委員会から世界遺産条約締約国会議とユネスコ対して提出した活動報告書の受理、などが行われてるんだぜ。会議内容や開催の年がごちゃ混ぜになるのよね。世界遺産委員会、ユネスコ総会、締約国会議と、一級だとさらに、1976年にナイロビのユネスコ総会で、第1回が行われたとかまで覚えないといけないから、辛いんだよな。テキストだと文章しかなくてわかりにくいのよね。自分でノートでわかりやすくまとめて覚えるのが、効果的だと思うわ。次に、世界遺産委員会。これは世界遺産決定の時に出てくるから馴染みのある会議だな。うちのチャンネルの動画の、世界遺産登録までの経緯で出てくる会議ね。大抵隣国が何かやらかす印象だわ。1976年の世界遺産委員会締約国会議で設立。当初は15カ国で構成されてたんだけど、世界遺産条約締約国が40カ国に達したため、1977年の第1回世界遺産委員会からは、21カ国に増枠されたんだ。ここがまたよく出題されるのよ。最初は何カ国だったけど、何カ国に達したから何カ国になったってもう頭がついていけないわ。今が21カ国ってことだけ覚えたらダメなのかって思うよな。大切なのは世界遺産の規約の方だと思うんだけどね。ジャッジの国の数の変遷まで覚える必要あるのかしら。世界遺産委員会は年に1回開催されて、イククロムとエコモスと IUCU の代表各一人が顧問として参加。締約国の要請によって同様の目的を有する、政府間機関や NGO の代表も顧問の資格で参加できる。イコモスは文化遺産の事前調査、IUCN は自然遺産の事前調査の団体ね。うちの動画でも常連よ。イククロムは実態がよくわかんないんだけど、とりあえずローマにある文化財保存のための国際センターと覚えておくといいわ。世界遺産委員会は、議長国1カ国、副議長国5カ国、初期1カ国の7カ国で、構成されるビューロー会議を設置する。世界遺産ビューローとも訳されて、事務局という意味だそうだ。世界遺産委員会の中での生徒会、みたいな感じと思われるんだぜ。それって初期から連想してるだけでしょ。でも確かに謎の存在なのよね。司会者みたいな位置づけかしら。とうちの動画でわちゃわちゃ喋ってるあの3人のことよねわら。ユーローさんたちは世界遺産委員会の進行や作業日程の決定をして、委員会最終日に次回のユーロー会議構成国が決定されるそうよ。世界遺産委員会の委員会の任期は6年。
ただ、確定役国均等に機会が与えられるよう、自発的に4年で任期を終えることと、再選を自粛することが望ましいとされているそうだ。任期と再選については政治家の長老たちに聞かせてあげたいルールね。日銀の黒田総裁もよ。公平性という意味では、委員国の選出には地域間の公平性も考慮されていて、グループ1西洋北米から2カ国、グループ2東欧から2カ国、グループ3ラテンアメリカカリブ海から2カ国、グループ4アジア太平洋から3カ国、グループ5 A アフリカから4カ国、グループ5 B アラブから2カ国、が最低でも選出されるようになってるんだぜ。確かに西洋の委員国ばかりだとキリスト教の遺産まみれになりそうだものね。まあ、地域の均衡が今も取れているか、というとそうでもない印象だけど。そして、世界遺産委員会では推薦された遺産に対し、登録、情報紹介、登録延期、不登録の4段階で、決議を行うんだ。登録は、世界遺産リストへの記載の決議。情報紹介は、追加情報を求める決議。登録延期は、より綿密に調査を行う必要があるか、推薦書の本質的な改定が必要とされる決議。不登録は、世界遺産リストへの記載がふさわしくないと判断した決議となるんだ。これも試験ではよく聞かれる問題ね。4種類の決議の中で誤りはどれか、とかね。特に情報紹介ってのがピンときにくいから要注意よ。3年以内に再提出しないと、以降は新たな登録推薦とみなされるのもポイントね。あと、登録延期は推薦書の再提出から、1年半の審議に付されるってのもね。年数でごちゃ混ぜになりやすいから注意よ。1締約国からの推薦上限は1件、1回の世界遺産委員会での審議数は35件まで。ってのもよく出るな。1年に1件というのは賛成だわ。イタリアなんて1997年20件も一気に登録しちゃってるんだから、日本はコロナで延期になった翌年の2021年に2件、奄美琉球と縄文遺跡が一度に登録されたけど、それは例外で、最初の年以外は基本的に毎年1件ずつ登録してるものね。本当に謙虚な国だわ。最後に、世界遺産委員会での主な審議内容のまとめ。1、推薦された遺産の審議。2、危機遺産リストへの遺産登録や解除の決定。3、世界遺産リスト登録遺産の保全状況のモニタリング及び報告書を通した調査。4、世界遺産基金の使途の決定。5、作業指針の改定及び採択。6、2年ごとの世界遺産条約締約国会議とユネスコ総会への活動報告書提出。7、国際的援助の要請の審査。推薦物件の審議以外にもいろいろやってるのよね。まあ、登録しただけじゃなく、保全のための活動もちゃんとやってますよ。ってことなんだぜ。世界遺産条約締約国会議の内容と、ごちゃ混ぜにならないように気をつけて覚えないとね。私、1級のお勉強でここが一番苦労したところ、かもしれないわ。次に、世界遺産委員会事務局こと、世界遺産センターなんだぜ。まだあるの？って言いたくなるわよね。ここは世界遺産の推薦書を受理する役割ってのを特徴として覚えたわ。それが一番重要なんだろうけどな。ここは1992年に設立されて、パリのユネスコ本部に常設されてるそうなんだぜ。他にも、専門調査の依頼、世界遺産委員会と締約国会議の開催運営、報告の取りまとめ、国際援助の要請、世界遺産の保全管理のための予算外資金の確保など、あとは、世界遺産条約に関する公式ウェブサイトも開設してるんだ。ここのウェブサイトにはよくお世話になってるわ。暫定リスト記載物件も載ってるし、英訳の参考にもなるのよ。次、世界遺産基金。これは1976年に設立された信託基金なんだ。世界遺産条約締約国のユネスコ分担金の 1% を超えない額の拠出金と任意の拠出金のほか、政府間機関、個人からの拠出金や贈与、遺贈を財源としているそうだぜ。世の中には太っ腹な個人もいらっしゃるのよね。私も白霊神社のお賽銭を寄付したいものだわ。霊夢は絶対に自分の懐からは出さないだろう。
締約国は2年に一度、拠出金を支払わないといけないんだけど、支払いが延滞した国は委員国に選出されないんだ。地獄の沙汰も金次第ってことね。一体どれくらいの金額なのかしら。貧しい国だと大変よね。世界遺産基金は世界遺産委員会が決定する目的のみに使用でき、多くの場合は途上国の推薦書や保全管理計画書の作成、専門家調査、災害、紛争からの復興に充てられてるとのこと。最大の拠出国であったアメリカが2018年にユネスコを脱退したことを受けて、資金不足みたいよ。基金の運用は、1、緊急援助、2、準備援助、3、保全、管理援助の3つの種類があるそうだ。1、緊急援助、大規模な災害事故や事故、紛争などで被害を受けた遺産の復興費用。2、準備援助、事前調査への準備援助。3、保全、管理援助、専門家や技術者の派遣や機材の購入費用、遺産の保護、保全に従事する管理者専門家の育成費用、遺産の価値や理念の教育、広報費用、国際協力促進費用。でも、資金不足だから準備援助に優先的に予算が振り分けられているのが課題だそうだ。遺産を未来に守っていく目的なのに、登録することが目的になったら本末転倒よね。そうだな。遺産を守っていくために、霊夢も資産を拠出するべきなんだぜ。というわけで今回は世界遺産検定の基礎知識編、世界遺産条約について解説したんだけど、って霊夢は何を調べているんだ。政治家の資産ランキングよ。誰に世界遺産基金への信託をお願いするか選んでたの。麻生氏なんかいいんじゃないかしら。鳩山家もなかなか。ってお金のことじゃなくてもっと大切なことがあるんだぜ。そうだったわ。まずは私たち一人一人が、世界遺産のできた目的を知ることよね。今回の内容を紐解いてみても、世界遺産のあり方と現実のギャップをすごく感じたもの。そうだな。やっぱり世界遺産って現状、観光のためっていうのが目的になってるものな。報道を見ても、地域活性化のために我が県のなんとかを世界遺産に、って記事が目につくのよ。もちろん、世界遺産と観光は切っても切り離せないんだけど、保護の観点が二の次なのよね。私たちは何十億年もの歴史の中で、ほんの一瞬しか生きられない。でも世界遺産は生き続けるわけだ。過去と未来をつなぐ、かけがえのない宝物を守っていくために、しっかりと今回の内容を復習していきたいんだぜ。世界遺産とは地球の品位を守るもの、という桑原武雄先生のお言葉の意味を、もう一度考えていきましょう。それではご視聴、ありがとうございました。